まみはリサのことハナちゃんって呼んでんの？そう、うん、結構前からだよ。なんか可愛くてうざいね。ね、いいだろ別に。アマメは可愛い。アマメは可愛いけど、なんかリサが呼ばれてんのがうざい。なんだなんだなんだ、お前見にくいぞ嫉妬は。うざいよ。ハナちゃん。ハナちゃん。ハナちゃん可愛いよね。お前じゃない。可愛いのお前じゃない。いやいや、紛れもない本人ではあるけど。ちゃんちゃん、アマメが可愛いだけ。アマメはガチで可愛い。綺麗な呼び方。ひなのもひなちゃんにする？ちょっと照れてんの何え、そこはタチちゃんじゃないの？ごめんごめん、ひもやがないタチちゃんじゃないの？目は違うだろ。マジでもう声かわいい、癒されるわ。なんかずっと言ってない？なんでやねん。なんかひなのと目とずっと言ってんだよな、アマミはかわいいって。いや、こんなにかわいい女は見たことがないよ。わかるけど恥ずかしいな。本当に可愛い。できれば結婚してほしい。お前は無理だよ。はい。お前には無理だよ。お前にも言われたくないけど、ね。お前には無理だよ。お前も無理だよ。お前も無理だよ。お前は土俵にすら立ってねえよ。黙れ。お前も立ってねえよ。ボドカ立てねえよ。立つな。ミリクエラスが。ボドカさんはプティの声が好きみたいな。え、いや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 、なんか見たことある同期の。まあ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 、あ、そうなんすか。そう、じゃあ2人好きっすね。そのいや、まあ声質の問題なんすよね、これに関しては。めっちゃ可愛い。まあ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 、そう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 、結構幼い声が好きなんだね、ボディは。いや、そうなんですよ。気持ち悪いな。なんか趣味が透けてるわ。いや、でもアマミはもう属してるっすけどね。それはそう、だいぶね。それはそう、うん、でも私アメの声が一番可愛いと思ってるよ。ひなちゃん